皆さんこんにちは、マダルグルビーです。では今回は新ギレンの野望、地球連邦軍プレイボイ作戦とモビルスーツを禁止して進めています。前回はもうね、艦隊で埋め尽くされてよく見えてないと思うんですけども、ジョングの最終防衛ラインに位置する宇宙要塞アーバーワクーの攻略を行いました。再びビグザムが立ち塞がるという苦境もありましたが、無事それを乗り越えて攻略に成功しています。今回はグラナダへ進攻していきます。グラナダにもビグザムいるんじゃないかなと思うので、ビグザム対策またしっかりねやっていきたいと思います。では時間を進めていきましょう。報告します。ジュン軍が再びコロニー落としを敢行しました。今からコロニー落とし、そうか、これジャブロー確か大ダメージ受けましたよね。ジャブローの守りが気になるな。ジャブロー付近に落着しました。艦隊をたくさん用意している関係上、ジャブローを守る壁、これの生産数を少し抑えていたので、次のターンで壁が破られてしまう可能性がありますね。ジオンのエース、ちょっと中身確認してジャブローの壁再構築したいと思います。敵秘密兵器の存在は単なる噂ではないようです。調査の続行を命じます。我が軍のニュータイプ研究はジオンに比べ大幅に遅れています。諜報部の調べではジオンは人工的にニュータイプを作り出す研究を行っているようです。そしてその技術は諜報部によって我が軍にももたらされているのです。強化人間開発計画、試してみる価値はないでしょうか。さあ、ジャブローの壁ですけどね、まあ少し減っていますが、なんとかこの程度だったら再構築できそうですね。早速壁を再構築しておきます。まあ、残念ながらこのジャブローの壁を突破されてしまったら、ジャブローは陥落するのは間違いない状態、戦力差になってますので、ここはねもう他のところから戦力を輸送してでも守りきるとこういうことを徹底していきたいと思います。報告します。ホワイトティング隊が敵秘密兵器の正体を突き止めました。兵器の名はアスタロス。敵はこの生物兵器をHLV で打ち上げ地上に散布するつもりです。このままでは危険です。ホワイトディンゴ隊に HLV の撃破を命じます。はい、ではですね、月面都市グラナダまで迫ってきましたので、グラナダ攻略作戦を発動していきたいと思うんですけども、地上にジオン軍の兵力をだいぶね、引きつけておくことができているので、グラナダもかなり手薄そうですね。今ご覧いただいているのがジャブローの周りですが、ジャブローの周りだけでもこれだけの戦力を引き寄せているという状態です。で、北京の周りもこれだけ、マドラスの周りもこれだけいます。で、オデッサの近くにもね一部敵戦力を展開しているというところですね。なのでハワイ、トリントン、ベルファスト以外は敵に囲まれていると言っていいと思います。で、宇宙の方もねルナ2でシャー含め複数のエースパイロットをルナ2に誘引させているので、ここはこの隙をついて一気にねグラナダ攻略と、いきたいと思います。ではグラナダ攻略作戦発動していきましょう。まずは作戦を決行していきます。同時に強化人間の開発計画も発動しちゃいましょう。国際世論が低下したところは外交強化と臨時配給もろもろで回復に努めます。では部隊投入していきましょう。敵の戦力ですが、部隊数5しかありませんね。
展開している数もここにいるビグロのみ、他10個リックドブだけなので、一気にこれは撃破して攻略しちゃいましょう。ではグラナダの攻略戦です。艦隊のうち大体3分の1ぐらいですね、今回もう侵入させています。敵の防衛戦力はこれだけですね。どう思ってるんでしょうね、ジオン軍は。まあ普通に考えたら、ここまで攻め込まれてたらジオン本土が危ない、まあそういう風になって、宇宙にいる部隊はもちろん、まあソロモンが攻撃を受けていればソロモンの防衛に当たるだろうし、アーバーワクーが攻撃を受けていればアーバーワクーの、防衛戦、それが破られれば奪還戦、さらにジオン本土、そしてこのグラナダの支援、まあ、そういう形に入ると思うんですけど、全くその気配がないですね。ルナ2を囲み、地球上で連邦軍の基地を囲みっていうね、ちょっとそういう状況を現実的にはなかなか考えにくい状況ですけど、ゲームゆえに成り立つこの攻略法ですかね。今回は再三再四お伝えしている通り、 V 作戦を禁止して最短21ターン目から攻略反攻作戦ができるっていうね、ハンデ、さらにモビルスーツの生産も一切行わないっていう形で進めているのでね、ちょっとこれくらい際どい戦いをしていかないといけないというのはあるんですけど、それにしてもなかなかひどい敵のありようと言っていいと思います。では基地中心部に向かって一気に進んでいきましょう。まあ警戒しなきゃいけない敵の戦力といえば、まあ、ビグロぐらいしか見当たらないので、まあ、このビグロをね、サクッと片付けて続けざまにジオン本土への進攻ということもできる戦力を温存していきたいと思います。アムロはですね、こちらのビグラングに乗ってもらいました。捕獲したモビルアーマーですね。MS イーグルご覧いただいた方であればご存知のビグロをちょっと改造したモビルアーマーですね。このビグラングというのは。基地中心部を守るのがこのオンコっていうのが、なんともジオンの窮状を物語っていると言っていいと思います。まあ、我々の方は逆にね、捕獲したリックドームを導入してビグロを倒していきましょう。ちょうど都合がいいことにビグロのところに、アイシールドが貼られてしまって、こちらのビーム攻撃が効かないよっていう状態作り出されてしまいましたけど、リックドーム連れてきていたので、ここはリックドームでこのビグロを撃破しちゃいましょう。では敵を殲滅しましたので、このグラナダを攻略していきましょう。ゴップ提督自らグラナダの制圧を行います。基地中心部の制圧に成功しました。あとはジオン本土を残すのみですね。我が軍の勝利です。ついに全ての宇宙基地の制圧に成功しました。もはや我が軍の進路を阻むものは存在しません。ジオン本土攻略作戦を提案します。はい、では今回はグラナダの攻略完了できましたので、ここまでにさせていただいてですね、次回サイド3ジオン本土攻略戦を行っていきたいと思います。実は部隊ですね、すでにジオン本土方面に振り向けてまして、シロッコの艦隊がマップでいう上から、さらに左からもですね、リード注意とか、レビル将軍自ら率いている、ペガサス級とかが侵入できる状態になってますので、次回はですね、サイド3攻略作戦、こちらを行っていきたいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。